まもなく試合が始まります。試合前のこの並びを見ますと清水は4バックのようです。ホームだよ、もう西健太どう？お願いしますね。さあ今試合が始まりました。まずは一番後ろ北村までボールを戻しました。そこから長いボールを入れてきました。そこからビルドアップを頼むぜ。中途半端な球だな。大曽根ボールを収めて新井へ。新井と瀬瀬、そして中川。危ない。ヤムラだけ、ヤムラ気をつけ。あーマジか。先制したのは藤枝。ヤムラ4試合連続ゴール。藤枝が先制しました。エースが決めました。絶好調のヤムラ4試合連続。素晴らしいボールの動かし方でしたね。アクセスターと3ディフェンスの動きで梶川が入ってきて、低い少しマイナス気味のやべえぜ。これパスですね。清水ゾーンですね。ゾーンで守る清水ゾーンです。ヘディングシュート、中川が決めた。追加点藤枝。コーナーキックから中川が決めました。時間使われちゃったな。下げます。アディショナルタイムの目安も5分台に突入しています。さあ矢村です。左サイドマジでやべえ。そして今前半が終了しました。前半終えて1対0。この悪くはない。一番難しいのは、はい、まあ、そういう調子のいい選手を説得してベンチに座らせなきゃいけないっていう、まあ、そういう難しさはありますね。マネジメントは難しくなります。そうですね。後半は右から左が清水、そして左から右がゴールドのユニフォーム藤枝。さあ今後半45分が始まりました。1点を追いかける清水。先制した藤枝。さあ後半の前の試合では矢島が入ると落ち着くね。だいぶ同点、さらには乾の一歩手前で時間作れる。決めました。いい交代だったかもしれない。清水、中村、矢島へ。いいボールですね。ルーカス・ブラが来た、来た、シュート、やー、同点、清水が同点に来た。18試合ぶりに先発出場の西澤が監督の期待に応えました。動かしながらこの1本で立てます矢島からですね、はい、この立てパスがやっぱ効きましたね。いいシュート。あれでどうしても、頼むようにして、同点ゴールを決めた西田。ボーカーの声援すごい、すごいですね。西田さあどこに合わせてくるか。ジェラ入った、来た、ボールも素晴らしかったですし、素晴らしいよこれ、西澤のキック。外す動きも良かったですね。完璧だよね、完璧。しっかりボールを持って、もう少し時間帯をやっぱり作っていかなきゃいけないでしょうね。はい。甘い。さあ先生、荒井。来たか、ついて。お、来たか、行け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 、もう蹴る、蹴る。いない、いない。蹴る、蹴る。い
やここはインディが斜めに後ろ行った、もう完璧なタイミング。この動きの組み合わせと、これ完璧だよ。まあ、少しキーパーに近いところでしたけど、ね、でもね、いい。いや、清水があっという間に3点を奪いました。一つになって戦っています。後ろからシュート、決まった。朝倉が1点を返しました。朝倉は嬉しいプロ初ゴール。まあ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 、残り1点を返しました。3バックで点取られたのはちょっとな。3対2、激しい点の奪い合いとなっています。もうほとんど時間はありません。今シーズン2度目の静岡ダービー、激しい点の奪い合い。パック過ぎてるんだよ。好調の清水が後半3点を入れて、そしてよし、シーズンダブル達成。疲れた、疲れたよ。横浜 FC との大一番に弾みをつける価値ある勝利となりました。